はい、こんにちは、こんにちは。こんばんは。なんだろうね。いつぞやかの録画で、もうちょっと見つけられなかったんで、今撮ってるんですけど、チーズ牛丼みたいな、こう、チー牛食ってそうみたいな、こう、話で、こう、盛り上がった時に、あれって結構もう、営業妨害レベルだよね、みたいな話をしてて、で、なんかその、いろいろこう視聴者さんと話してた時に、その女の視聴者さんが、いやもうあのせいでチーズ牛丼もう食べれなくなったみたいなことを言ってる人がいて、で、まあギャグ狙いで、こう、俺チーズ牛丼食うわみたいなのもあるとはいえ、どう考えても風評被害なんですよね。で、まあちょっと、今回その Twitter を見て、うわーって思ったんですけど まああれは、ほんと人ごとに思えなくて、いつ、誰がああいうふうにメディアで言ってもおかしくないっていう感じで、うわーって思ったんですけどね。はい。皆さんもちょっとメガネかけてて、なんかその 童貞っぽい、ドゥーテイっぽいみたいな人に、ね、なんていうの？陰キャっていうの？すぐ、チー牛じゃん、チー牛じゃんっていうのが、なんだろう。やめてもらっていいですか？いってらっしゃい！